ジャン君、ポンちゃん、おはよう。昨日は大雨だったけどね、今日はいい天気になりました。はい、日に当たって気持ちいいね。ポイの顔をさ、ちょっポとン良かっちたゃなと思ったね。ん、はい、これ、ついさっき、届きました。これ郵送だったのか郵な。便で届いたの。いただいた方も誰だったか最初わからなかったんですが、生配信の時にわかりました。ということで、どうもありがとうございます。ありがとうございます。これはね、麻の紐でぐるぐるになっていて、カラフルになっている猫の、猫爪のとぎ。爪とぎ風おもちゃ爪ですかとね。ぎになるんだと思うよ。だっちょってとしさ、た爪とぎに。手で掴んだりするってことだろうね。ああ、そうかもね。はい、ポンちゃんはぐっすり寝ています。今ちょうど生配信を終えたとこなんでね。眠りに入っています。ありがとうございます。今日もまたほぼ救援物資のような すごいね。新型コロナ、この蔓延の時期に食品が届いています。ね、食品っていうか成果だね。めっちはゃあい、りがたいです。美味しそうな真っ赤なトマト。そう、いつもね、いただくやつね、全部美味しいの。立派なやつばっかりでね、みんな美そして、味しいこっの。ちはみかん。おみかん、手でそして、むけるから食べやすいよ。玉ねぎ。玉ねぎ、新玉ねぎ。そして、これは、これね。牛焼き栗って書いてあるよ。へえ。すごい。秋じゃないのに。ちゃんとこれに入って、一個ずつ入って、そのまま食べても美味しく召し上がれますが、フライパンやオーブン、電子レンジで温めても大変美味しく召し上がれやっます。たその際はー。必ず他の容器に移し替えてください。栗は女子が大好きです。大好きでい、す。どうクロもありケンがも好きでとう。おー、食べるよーす。ごちそうさまー。です。あ、いっぱい入ってる。はい、ぽんちゃんは栗は食べませんけれども、ありがとうとあ申りし上がげとります。とう。あそこにあんこを乗せています。そして、はい、じゃんくん、ありがとうって。ヤンくん、すごいよ、いっぱい来たよ。ポンちゃんチェック。はい、ポンちゃんチェック入ります。クンクンしております。いいでしょう、ポンちゃん。美味しそう。はい、栗チェック。栗ちょっと開けてみました。あれ、もう剥いてあるんじゃん、これ。あのね、半分だけ切ってあるって、割れてあって食べやすくなってる。ポンちゃん。なんて便利なことに。はい、ポンちゃん。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、ポンちゃ潰ん。さないようにね、ポンちゃポん、ポンンちちゃん。ゃん。ポンちちゃゃんとん、ポンちゃ隙ん。間を踏んでくださいよ。あ、隙間踏んでます。栗のクンクンが。ポンちゃん。はい、ポンちゃん。ポンちゃん、いいかね。ありがとうございます、チェック。
はい、もう11時を回りました。そろそろ寝る時間に近づいていますが、このお二人はご飯の時間ですね、うん、これから用意するんだそうですよ、うん、なんか起きてきた、ご飯かもって起きてきました。ジャン君固まってる、あ、見たジャン君ご飯もらえるって。クロケンおじさんは布団の用意を始めようかな。そうですね、なんかポンちゃんがカリカリ食べてますけど、ポンちゃん新しいの用意するからね。はい、今日も一日終了。